デュナンの墓ジャン・アンリ・デュナンは、スイスの実業家。赤十字社を創設し、1901年に、第1回、ノーベル平和賞を受賞した。1828年5月8日、ジュネーブの名の知れた旧家に5人兄弟の長男として、生まれ、厳格なカルバン派の伝統の中で育てられた。父親のジャン・ジャックは、政治、経済界の名士で、 共和国大議員や福祉孤児院の所長を務め、母親のアンヌ・アントワネットは、名門コラドン家の出身で、福祉活動に熱心だった。1838年、リュナンは、ジュネーブの名門校、カルバン学校に入学するも、学業不振により3年で大学。家庭教師による補修授業で教養を身につけた。やがて、事前団体のメンバーとして、働くようになった。 1849年、リュナンは2年間の見習いを終え、ポール・ルラン・エソテ銀行の正社員となった。銀行員として熱心に仕事をこなす傍ら、キリスト教活動にも尽力、西ヨーロッパ諸国の若い福音運動家たちと交流を図るようになっていった。当時、ジョージ・ウィリアムズによって、ロンドンでキリスト教青年会が創設されていた。 青年キリスト教徒たちの合同集会などを開催していたデュナンは YMCA を各国のキリスト教団体が連携を図れるような国際的な組織にすることを提唱した。1852年、デュナンによってジュネーブ YMCA が設立された。1853年、勤務先の銀行からフランスの植民地であるアルジェリアへの出張を命じられる。 そこで差別と迫害と貧困に苦しむ現地のアラブ人やベルベル人に衝撃を受けた。1854年、ポール・ルラン・エソテ銀行を退職。1855年、デュナンによってパリで YMCA 世界同盟が結成された。1858年、アルジェリアで現地の人々の生活を助けるための農場と製粉会社の事業を始めた。 しかし、推理権の許可が下りなかったことで事業がうまく、いかず借金がかさむ。1859年、事業の支援の請願のため、イタリア統一戦争に介入して、オーストリア帝国と戦っていた、ナポレオン三世に会いに行き、来た、イタリアで、ソルフェリーノの戦いに遭遇した。この戦いは両軍合わせて20万を超える軍隊が、衝突し、 4万人近くの死傷者が出る激戦だった。リュナウンは戦場に放置された死傷者の姿を見て、その救援活動をしている地元の女性たちの群れに入り、自らも救援活動に参加し、一週間滞在した。なぜ敵味方分け隔てなく救済するのかと尋ねられ、人類は皆兄弟と答えたのは有名。1862年、その体験を書いた。 ソルフェリーノの思い出を出版、戦場において敵味方の区別なく負傷者の救護に当たることを目的とする赤十字の創設の契機となった。デュナンがフローレンス・ナイチンゲールの活動を高く評価していたため委員会が傷病者や障害者または紛争や災害の犠牲者に対して 偉大な勇気を持って献身的な活躍をした者や、公衆衛生や、看護教育の分野で顕著な活動をあるいは創造的、先駆的貢献を果たした、看護師で50人以内に対して送る記念賞に、名前を残している。なお、ナイチンゲール自身は、赤十字社活動には関わっておらず、むしろボランティアによる、救護団体の常時組織の設立には、真っ向から反対していた。 これは、マザー・テレサと同様、構成員の自己犠牲のみに頼る援助活動は決して、長続きしないということを見抜いていたためである。そして、構成員の奉仕の精神にも頼るが、経済的援助なしにはそれも無力であるという考え方があったからだと言われている。1863年、ジュネーブで、国際不詳軍人救護常時委員会が結成され、 デュナンはその委員に選出され、国際会議の招集のために奔走し、ついに16カ国が参加した、最初の国際会議が、スイスのジュネーブで開催され、赤十字規約10カ条を採決することに成功。各国に、戦時救護団体が組織され、国際組織、赤十字社の誕生に発展した。その一方で、デュナンの人生は転落していった。当時、 理事を務めていたジュネーブ新宅銀行が1865年に倒産したのをきっかけにアルジェリアでの事業が決定的な打撃を受け株主らから裁判所へ訴えられたことで5人委員会からは辞職を求められ1867年故郷のジュネーブを去り生涯戻らなかった辞職後裁判所から破産宣告を受け約20年もの間消息を絶つ その後、赤十字の活動範囲は、戦争捕虜に対する人道的救援、一般的な災害被災者に対する救援へと拡大していったが、彼自身は、この活動から身を引き、世間からも忘れられていった。この間、パリやロンドン、ストラスブールなどで姿を見かけられることもあったが、駅舎で寝泊まりするなど不老者同然の生活であった。1876年、 貧困のどん底の状態であったデュナンは、シュトゥットガルトの避難所に現れ、そこで世話をしていた、ワーグナー牧師が、自分の家の2階の屋根裏部屋を貸し与え、下宿生活が始まった。この時期に、ルドルフ・ミューラー教授と知り合っている。1887年、健康を損なったデュナンは、スイス東北部のハイデンに現れ、ここで3年余り下宿生活を続け、 ハイデンの赤十字社創設に深く関わった。その後、他の町へ移住するが、再びハイデンに帰郷し、1892年から死去するまで、病院長のアルテル博士の世話で、ハイデンの公立病院の一室を住居とした。晩年はここで、執筆活動を行い自助伝などを書き記した。1895年、 スイス東部の新聞、オスとシュバイツの編集者がデュナンを訪ね、彼の書いた記事が、シュトゥットガルトの週刊新聞に大きく掲載されると、長い間忘れ去られていた。デュナンの功績が再び脚光を浴び、ルドルフ・ミューラー教授が、ノーベル平和賞の選考委員会に推薦したことで、1901年、第1回、ノーベル平和賞の受賞につながった。 1910年10月30日、82歳で、静かにその生涯を閉じるまで、質素な生活を貫いた。死後、ほとんど、手付数だった賞金は、遺言により、スイスとノルウェーの赤十字社に寄付された。なお赤十字のマークは、彼の母国であるスイスの国旗の赤白の配色を逆に、したものとされている。現在、ハイデンに、アンリ・デューナン博物館がある。 また、彼の誕生日である5月8日は、世界赤十字デーとなっている。デュナンは、赤十字を創設したため、赤十字の父と呼ばれている。ありがとうございます。